え何しに来たの僕にインタビューしたいだってふーん。君って意外と暇なんだね。れえ、名前を出すなって面倒なことを言うね。そんなの、自分で記事をカットすればいいだけじゃん。それこそ面倒だって僕に喧嘩売ってるちゅ、ま、あいいや。 インタビューを受けてあげるから、僕の優しさに感謝しなよ。今更言うまでもないけど、悪魔界って退屈じゃん。することないから戦いばかりでさ。あっちを見てもこっちを見ても、弱い奴らが自分の方が上だって暴れてるだけ。僕たちのように大たる者からすれば、まともに戦える相手なんていいやしない。暴れてる奴らの相手をしてもいいけど、 それだって、幼い子供の喧嘩に顔を突っ込むようなものでしょうさばらしにしかならないんだよね。えだったらさっさと受肉して、より上を目指せばいいじゃないか。だってそれもあんまり面白そうじゃないね。基軸世界。っていうか、人間界にも強いやつなんていないじゃん。そんなに慌てて受肉しなくたってさ。 特に困ることはないかなって思うよ。まあね。君の持論は、レーモンならば、正しいルールに則っ,って受肉し、進化の先を目指すべきって感じだったもんね。確かにそれは正論だよ。僕たちの行動が理解できないという気持ちも、わからなくはないかな。でもさ、単に受肉するだけじゃ面白くないじゃないか。言ったでしょ 悪魔界は退屈だって。だから僕たちは、誰が最初に理想的な受肉を果たせるかゲームしてるってわけ。そうだよ。僕とブラン、それにジョーヌの三人でね。君はとっくに。ああ、そう。君の話はするなと。まあいいや。それじゃ、話を戻すね。僕たちのゲームだけど。 誰が最初に受肉できるかを競っているんだ。でも単純に肉体を得るだけじゃ面白くないから、自分と完璧に合致する最高のより代を手に入れた者が勝利っていうルールになってるんだよね。ついでに言うと、僕たち自身は手出し厳禁。配下の者たちにより代を用意させるって感じ。それで三者三様のやり方でもう何千年もゲームを楽しんでたってわけさ。 最初優勢だったのは黄色いやつだね。あの金髪女、武道派の部下たちに命じて僕の手下を散々痛めつけてくれたし、その恨みは今でも忘れちゃいないよ。もっとも、僕の方でも徹底的に仕返しさせてるから、あいつからすればこっちが悪者だろうけどさ。これに関しては、お互い様な面も否定はしないし、されたくないね。で、 そうして僕たちが全面戦争してる隙に、油断ならない白が動いたのさ。ほんと、白は狡猾でやばかった。あの女はいつもそう。水面下で動いてたから、危うく抜け駆けされるとこだったけど、金髪女と共闘することで邪魔してやれたんだ。あの時は本当に危なかったよ。そこからまた三ス組の関係に戻って、 僕たちのゲームは継続中なのさ。面白いのが、各々の,の,の作戦にも性格が出るって点だね。白は今節丁寧に下地を作って、邪魔されないように慎重に作戦を進める感じ。それって裏を返せば、計画は一つってこと。だからさ、最後の瞬間を狙って邪魔してやれば、簡単に計画を潰せるんだ。もっとも。 それが難しいんだけどね。何しろ、計画を徹底的に取得されるから、常に情報戦を仕掛けて動向を把握しなきゃならない。その上、白の配下は守りも完璧だから、僕や金髪女の単独勢力が攻めても落とせないんだ。だからさ、白を落とす時だけは協力必須になっちゃうんだよね。その金髪女だけど、最近のあいつからは、 やる気を感じられないかなあれは確か、100年くらい前の話だったと思うけど、サリオン方面の小国で、かなり強力な素体を作り上げたのが、最後の頑張りだったと思う。もしかして君も知ってるうん、そう。金髪の勇者こと、魔王レオンが倒しちゃったやつ。まあ勇者を誘導したのは僕なんだけど。 悔しがってる黄色の顔は、ほんと最高に面白かったよね。しかもさ、僕の仕業だって全く気づいてなくて、怒りの矛先をレオンに向けてやんの。レオンもレオンでさ、わざわざ黄色の領域に自分の国を作っちゃうんだもん。ほんと笑っちゃったよ。えあそこの大陸を紹介したのって、君だったんだ。なるほど。 あの場所だと黄色にやつ当たりされるって知ってて紹介したんでしょう。やっぱり君ってどことん性格悪いよね。僕に言われたくない <laughs> 面白い話を教えてくれたから今回は聞き流してあげる。それにさ、黄色いやつの興味をレオンが引き受けてくれたもんね。その点は感謝しておいてあげようかな。 だってね、最近のあいつは、ド派手で好意力の魔法を開発するのが趣味になったみたいで、毎日毎日飽きもせず、レオンの国に向かってぶっぱなしてるみたい。こっちに向けられたらイラつくけど、他人事だったら最高に面白いもん。もともとあいつの部下たちも、おののの武力を磨くことしか興味ない感じだったし、悪魔界で一番派手に暴れてるのが、あいつの勢力だったもんね。 そんな奴らの注意を引きつけてくれるんだから、魔王レオンには感謝だよ。魔王レオンを鍛えるためだってうんうん、そういうことにしといてあげるね。おっと、話を戻して。そういう僕はいくつも計画を乱立させる感じかな。どれも本命で、おとりでもあるんだ。どれか一つでも作戦が成功すればいいんだから、 数多く試せる方が成功確率が高まると思ったんだよ。趣味と実益も兼ねて、一石二鳥を狙わせた感じ。結果はまあ、今でも受肉できてない点でお察しだろうけどさ。まあ、手下が多ければ多いほどいいってわけじゃないよね。馬鹿が増えるから始末も大変だし、ほんと、王様やるのも大変なんだよ。そうそう。 この前なんてさ、もう少しで成功しそうだった作戦を邪魔されちゃってね。かなり頭に来たんだよね。せっかく最高のよりしろが誕生しそうだったのにさ、大損害だったよ。もっとも、あの作戦に関しては、担当させてた手下もダメダメだったんだけどね。どんな作戦だったか聞きたいうーん。それじゃあ簡単に説明してあげるね。 場所はジュラの大森林に接する小国で、ラージャ昭和国っていう名前だったかな。そこはかつて、魔物と人が交わる国だったんだ。でも、ドワーフ王が治める武装国家ドアルゴンよりも弱小だったから、凶暴な魔物からは攻められ、人間たちからは手のいい労働力として狙われていたんだよ。国を起こした当初は特産品もなく、 土地は痩せて、食料生産量も多くなかった。そりゃそうだよね。何しろ、虐げられている者たちが逃げ込むような国だし、豊かなわけがないもん。僕から言わせれば、あの国の女王はお人好しすぎたんだ。でもそんな女王だったからこそ、僕の遊び相手としては敵人だと思えたんだよ。あの当時、女王は逼迫していた。 毎日必死に祈ってて。だから僕は、その願いに応えてあげる気になったってわけ。そう。ゲームを持ちかけたのさ。僕の力を込めたティアラを与えて、それをどう扱うかを試すゲーム。このティアラの力を使えば使うほど、呪毒が使用者の体を蝕んでいく。それは代々受け継がれて、 いつかは僕が宿るにふさわしいよりしろを生み出すって寸法だったんだ。人間の欲望には限りがないから、ティアラに頼りまくってすぐに破滅してしまうものがほとんどなんだよ。でもね、あの時の僕は、女王は高潔な魂だから、必要以上にティアラに頼ったりはしないだろうと予想した。それは正解で、彼女が欲望に飲まれることはなかったんだ。 それでも、ティアラを使って国を富ませて、弱い立場の魔物や人を受け入れ続けたことで、女王の魂は大いにすり減ったんだけどね。そして樹毒は女王の体に刻まれ、時代へと受け継がれた。初代が国を富ませていたから、時代以降の負担が少なかったかというとそうじゃない。さっき説明した通り、場所が最悪だったんだ。 森からの脅威と欲望まみれの人間たちの野心。それが集中する場所に、ラージャ昭和国があったのさ。そしてその人間たちの欲望に火をつけたのが、僕が見つけてあげた金鉱山ってわけ。鉱山から産出される黄金は国を飛ませるけど、人の欲望も引きつけるからね。それが大いなる災いになるのは僕の目論見み通りだった。 それにさ、急に国が発展すれば、他国が黙っちゃいないと分かってた。結果として、ラージャ昭和国は戦乱の時代を迎えることになったんだ。えせっかく助けてあげたのにそれでいいのか、だって本気で言ってるわけじゃないよね。僕の望みは人々の苦痛と絶望、悲しみの感情だよ。 そしてそれ以上に好みなのが、そうした逆境に打ち勝つ強い意志なんだ。君だって同じだろう、うん、うん、そうだよね。大いなる災いを前にして女王たちがどう抗うのか。それを見守るのがゲームの醍醐味なんだもん。話を戻すね。ティアラを使えば使うほど呪毒は刻まれ。 僕の望みが達成する日も近づくし、これ以上僕が手助けする理由なんてなかったんだよ。でさ、そのゲームの過程だけどね、予想してた以上に楽しませてもらったよ。あの初代女王の子孫は、きっちりと高潔な魂を受け継いでいたからね。普通なら何代かに一人はバカが生まれるものなのに、今に至るまで全員が人格者だった。 これは本当にすごい話だから、彼女たちがゲームに勝利する可能性もなくはないなと思ったんだけどね。それならそれで僕を楽しませてくれたわけだし、まあいいかなと思ってた。そうとも、どっちに転んでも僕にとって最高の娯楽だったのさ。それなのにさ、僕の手下の方がバカをやらかしたんだ。 魔王ルミナスに嫌がらせしようかと思って試作した樹毒の魔法人を持ち出して、わざわざラージャ昭和国に災いをもたらしていたっぽい。試作とはいえ、僕が作ったやつだからね。数百年にわたって毒を撒き散らして、女王たちを苦しめていたみたいなんだ。しかもそれだけじゃなくてさ、周辺国にも手を伸ばしていたみたいでね。 とことんまで女王たちを追い詰めていたんだよ。それってさ、完全にルール違反なんだよね。だって、勝てるって分かりきってるゲームほど、つまらないものはないもの。僕だってより城が欲しくないわけじゃないけど、目指すなら完全勝利して堂々と受肉したいじゃないか。それなのに、よりにもよって僕の手下が、 あるの楽しみに水をさすなんてね。だけどさ、それで余計に僕は感動したんだ。正直言って、よくぞ数百年も耐えたなって思ったもんね。その点は素直に感心したし、ゲーム関係なくご褒美をあげてもいいかなって思った。でも気に食わなかったのが、それを教えに来たのがあいつだったことなんだよ。そう、あいつ。 あの厄介極まりない黒い奴さ。何の関係もないのに割り込んできて邪魔するなんて、ひどいと思わないあわかってくれるふーん。君にも思うところがあるんだ。君に気づいてたはずなのに、完全に無視された。だって あるよね、そういうとこ。黒ってさ、自分勝手でわがままだもんね。えっと、それだけじゃないのふーん。完全に見下されて悔しかったと。まあね、あいつって自分が一番強いとでも思ってそうだもんね。ほんとムカつく。それで思い出したけど、あいつ、いつの間にか終始替えしてやがんの。 極限の戦いが好きだからって、自分が強くなるための進化とかにはまるで興味ないやつだったのにさ。受肉した上に名前までもらってるって言うんだから驚きだよね。そのせいで、僕でも相手にならないくらい強くなっててね。黙らせることができなかったんだよね。悔しいけど、撤退するはめになっちゃった。 そりゃあさ、僕にもプライドがあるから、戦いを仕掛けてはみたんだけどね。あっさりといなされちゃったんだよ。切り札の一つだった、ニヒリスティックバニッシュでさえ。まるで通用しなかったんだよ。嫌がらせ程度には効果があると思っていたのにさ。ほんと、何度も言うけど、あいつってマジでムカつく。 え君が仕返ししてくれるっていやいや、無理だと思うよ。そりゃあ確かに、君は受肉しているし名前もあるんだから、あいつと条件は一緒だけどね。今の僕より強いとも思うけど。でもさ、根本的なところであいつは異質だからね。それこそ、勝てるとしたらギーくらいなんじゃないかな。それでもやるって まあ、止めないし、頑張ってねって応援してあげてもいいけど、泣くのは君だと思うな。それにさ、あいつだって一応は君のインタビューに応じてくれたんでしょうんうん。なるほど。インタビューというより、途中からは奴の自慢話だったんだ。それで君もムカついたと。ああもしかすると、 新しく魔王になったとかいう、リムルっていう名前のスライムの話だったりやっぱりそうだったんだね。どうして知ってるのかってそりゃあ僕だって散々自慢されたからね。というかさ、わざわざあいつが出向いてきたのだって、受肉した上に名前をもらえたって自慢しに来たようなものだったもん。僕の手下のバカさ加減を知らせてくれたのなんて、 単なるついでだったんじゃないかな。ほんと、リムル様、リムル様って、うざいったらありゃしない。そういえば、君もワルプルギスで会ったことあるんだっけどんな感じって。もしかして君も魔王リムルに興味あるんだ。語りたいわけ知ってる。それって長くなるんでしょ どうして分かったかってそりゃそうだよ。だって、一瞬だけど黒と同じ目をしてたもん。黒と一緒にするなって言われてもさ、本当のことだからしょうがないじゃん。でもそっか。君までそうなっちゃうくらい、魔王リムルって異質なんだね。はぁ、あ。途中で引き上げたのは失敗だったかも。 何の話かって気にしないでいいよ。こっちの事情だから。そうだ。別に今からでも遅くないじゃん。やっぱり諸子貫徹するためにも、もう一回人間界に出向いてみようっと。ってことで、インタビューはそろそろ終わり。まだ時間が残ってるってそんなの知らないよ。それじゃ、僕はもう行くね。バイバーイ。